性格はいいですよ、僕。性格は？もう性格、性格はそのね、あなたの土俵で話すならね。ちょっと待ってよ、別に今顔が悪いなんて一言も言ってないんだけど。え？じゃあなんあのじゃあクリップ見返してみます一回。釣りのね、リア友なんかさ、マザーさんのガチ恋勢なんだよね。笑っちゃいけないけど、珍しくない？いや、ガチガチこれ。嘘じゃないのよ。なぜ笑うんだい？だから珍しいねって言っただけで、別に顔が悪いから好きになる意味なくない？なんて言ってないじゃん。なんで笑ってたんですか？あの、そんなことだから違う、愛おしさというか、まあ、微笑ましいなって、やっぱ恋っていいなっていう、微笑ましいな、うふふっていう笑いだったじゃないですか。いや全然そんなことなかったよ、むちゃくちゃつぼってた。一回見返した方がいい、本当に自分のあれで。いやいやいや、まあ、見返すまでもないかな。だってマザーさんだって祭りのそのクリップ4回くらい見てたでしょ。いや信じられなかったから確認してたんだ、何回も確認した。なんか違う面白いことがあったのかなみたいな。あー、なるほどね、うん、そんなに笑うかねぐらい笑ってたから。いやでもまあまあまあ、やっぱそういるよ、マザーさんのこと好きな人なんてね、いっぱい。ちなみにじゃあクラッチさんは、うん、あのやっぱイケメンですか？え、顔めっちゃかっこいいと思うよ。そうだね、だってまず思った、あのさ、クラッチさんのさ、ゼタ入った時のさ、動画見た、うん、あれ、投げキスしとるからね、うん、俺にはできんわ。できないよね。うん、できない。お、怒るよ、俺だって。怒んだ。いくら優しいからって言って怙っちゃうんだ。それはね、黙ってならんないよ。怙ってんだ。そこまで言われたら聞いてんだ。投げキス聞いた。いや俺ね、あのクリップだいぶ聞いてるから。え、ごめんじゃん。あ、でも私マザーさんとハグまでならできる。ハグまでできる。ハグで限界？うん。ハグまで。ハグは別に誰でもできるやん。ハグまでならできる。ハグまでならできるよ。ああ、うん。手繋ぐわ。あ、できるできる。ああ。でも手繋いで外歩くのはちょっとまだ。そうね、手つないで握手ね、それ。握手。これはもう握手だ。ただの握手。お願いします、握手。いや、でも頑張ったら、ほっぺに中くらいならできるよ。頑張るな。頑張って、その、嫌だよ、俺だって、そんな。嫌だけど、辛いけど、ほっぺに中くらいなら、じゃないよ、それ。あ、そうか。違うか。そう、失礼か、これは。いや、だず、いやです、これはじゃなくて、ずっと失礼。リア友から、うん、私は抱かれてもいいですだって、見てるって今配信。あ、もう唯一の救いだわ。あ、そうなの。松井ちゃんは頑張ってほっぺにチューだけど、この子は抱かれていいんだって、うん、あ、うん、あ、そうですか。うん、でも、まあ、彼氏いるんでしょ。で、別れたらいけんの？じゃあもう別れたらすぐ教えてください。ああ、じゃあ別れ、あ、でも見てるからな。LINE 返さなくても。じゃあ分かったら、別れたらじゃあすぐ教えてください。はい。俺、でもそこはね、あるんですよ、ちゃんと。その浮気とか。はいはいはい。それはね、もう人間として良くないからね。うん、そうだよね。そうだよ。そんな当たり前のこと、別に評価に入らないから。モラルだからね。はい。当たり前じゃん。そんなの当たり前だと思いますね、うん、はい、ほら。もう HP なくなってきたよ、俺。おもろ。俺こんなメンタルでバロしたくねえよ。マザーさんの視聴者さんがさ、俺悔しいよって言ってんのめっちゃ好きなんよね。おいおい、俺だけならいいけど、俺のリスナーをバカにする。うわー、ショート出てきてるわ。バカにし始めてるぞ。今まで彼女は意外と配信始めるまではいた。え、それいつですか？2年半ぐらい。
かな。なんで別れたの？なんか別れましたね。コロナになって僕演劇やってたんですけど。うんうんうん、知ってる。演劇の仕事なくなって、あ、そう、なんか、なるほどね。家にいる時間増えて、でゲームしてたんですよ。はいはい。ゲームしすぎてオーバーウォッチやってたんですよ。オーバーウォッチやったことあります？やったことない。あ、なんか1試合、まあ、大体2、30分ぐらいで釣れるんですよ、試合が始まって、はいはいはい、まあ3、40分で 1マッチ終わるんですけど、それを繰り返して、うん、マッチ検索中になんか喋って、で、あ、釣れたから試合してくるわみたいな繰り返してたら、うん、あのマッチ終わって振り返ったらいなくなってました。まあ別にそのもともとうまくいってなくて、はい、いなくなる前もね、うんうん、でそんな感じで別れて一人になって配信始めて今みたいな感じです。なんかかわいそうね。かわいそうでしょ、うん、もうちょっとあの優しくした方がいいと思います。優しくしよう、うん、弱いものには優しくしなさいってお母さんに言われて育ったからな。そうだね、うん、そうだね、よ、弱いもの、弱いものですよ。あー、わー、パーフェクト。でもそんな感じです。彼女はだからいましたね、その前も。え、意外と何か、それ、その人は2年、3年経たないぐらいかな。経たないぐらい。どういう人が好みなんですか？好み、なんか、まあ、お姉さん的な人の方が好きですね。あ、そうなんだ。え、じゃあ年上好き？そんなことはないです。なんか雰囲気、しっかりも、しっかり者っていうの。あー、なるほどね。でも、あの、飯うまい人がいいかも。あきらぜ？え、そうなの？あきらぜ、マジでご飯超うまいよ。そうなんすか？ホロライブメンバーみんな、あきらぜのご飯にやられていった。もう中毒者続出よ。へえ、お姉さん系だしね。確かに。でも多分マザーさんなんでもない、うん、なんかね、タバコの匂いがめちゃめちゃ嫌いって言ってた。終わったやん、うん、もうだからもうその時点で終わりですよ。え、昨日さ、おい、あのギフト投げてくれました？投げた投げた。あ、すいませんね、ありがとうございます。あ、いえいえ。あれ、あれはな、あれな、どういうあれですか、哀れみのギフトですか？うん、それと、押し込むぞ、言い返してくんなって。言い返してくんな、うん、黙れ。金やるから黙れってこと？そう。